こんにちは、スマイト。いよいよスイッチに参戦。この動画はスイッチからスマイトデビューしてる方々のための初心者向けビデオガイドです。今日はウォリアーのアイテムビルドを紹介したいと思います。ウォリアーの特性は大きく分けて2種類があります。攻撃速度とアビリティダメージです。ほとんどのウォリアーはアビリティダメージタイプ。攻撃速度を重視するのはベローナ、ジローシンくらいです。なお、アマテラスのように柔軟性の高いゴッドでは両方のビルドどちらも可能です。ですが、初心者にはやはり使いやすい方、つまりアビリティダメージがおすすめです。ガーディアン編と同じ、しっかりアビリティを把握してからアイテムビルドに入りましょう。ウォリアーは基本、防御力、生存力を確保してから攻撃に変更していきます。チームが押されている場合は防御アイテムを優先し、攻撃アイテムを後回しまでも全然あります。とはいえ、防御だけでは勝ちにつながらない、攻撃に変更するタイミングは試合ごとに変わります。流れを読む、変化を感じるこれはたくさんの試合により身につけるもの、初心者はまず、こんなアイテムがあります、と覚えておきましょう。実際に使うタイミングはそのうちわかるようになるでしょう。それではまず、コンクエストを想定し、ウォリアーのおすすめアイテムを紹介します。ウォリアーのスターターアイテムほぼ定番、戦士の祝福。これは敵ゴッドにダメージを与えることでマナ回復、クールダウン短縮を得る、さらにスタックで進化するアイテム。進化後は物理魔法防御力上昇する効果。ソロレーンの便利な初手アイテム、癒しの聖杯。使用回数無制限のポーションです。1回、チャージで3回まで使用できます。ファウンテン、泉、に戻すことでリチャージされます。あとはもちろん、ワードです。ワードは必ず買いなさい。次はブーツです。戦士の旅、が基本です。次はコアアイテムのオプション。3つあります。状況に応じて使い分けます。豪傑の胸当て、物理防御力、クールダウン短縮。マナ、MP5 もついてます。相手のソロレーンが物理攻撃の場合で使います。源氏の鎧、ほぼ、豪傑の胸当ての魔法防御版、性能は少し違いますが、相手チームのソロレーンが魔法攻撃の場合に使います。悪液、回復効果低下オーラー。主に相手チームにヒーラーがいる場合に使います。ウォリアーは普通、これまでがコアアイテムです。残りの枠は全部、状況によって変わります。基本は、押している場合はダメージアイテムに、押されている場合は防御アイテムに。それでは、まずはダメージアイテムから紹介します。巨人族の怒り、物理攻撃力、マナ、貫通、クールダウン短縮。ウォリアーが欲しいステータスを全部詰まっている素晴らしい攻撃アイテム。クラッシャー、攻撃速度。物理貫通、ダメージを与えた敵に継続ダメージ。主に物理貫通と継続ダメージを目当て使われます。氷のハンマー、HP 増加、基礎攻撃に移動速度低下、攻撃速度低下効果を追加。つい最近強化されたスロー効果付与アイテム。ナーフ待ったなし。疾風の刀、攻撃速度、移動速度上昇。基礎攻撃の移動ペナルティ解除。普通の場合、基礎攻撃をする際、移動速度にペナルティが発生します。このアイテムは、それを無効にする。ゲーム終盤、氷のハンマーの効果よりも攻撃力が欲しい場合、真の際、攻撃速度上昇、基礎攻撃に攻撃対象の最大 HP に応じて追加ダメージ、追加ダメージに上限があります。HP の高いゴッドに有効。これがアマテラスの一般的な攻撃ビルドです。注意、疾風の刀、氷のハンマーは一部のウォリアーにしか使わない。例えばヘラクレス、アーサー王など攻撃速度がとても遅いゴッドでは使えません。続いて防御ビルドを紹介します。コアアイテムはさっきと同じです。ミッドガルドメール、HP 増加、物理防御。敵からの基礎攻撃に命中させた際、その敵に攻撃速度低下効果。相手チームに強力な基礎攻撃 ADC、ハンターなど、がいる場合に使います。ネメアジシの衣、物理防御、基
基礎攻撃の 25% を反射する効果。ADC 対策の定番。虚無の盾、物理防御、物理防御低下オーラー。チームの物理攻撃力を強化する防御アイテム。フワのマント、物理魔法防御、クールダウン短縮、低 HP 時半 S ターン。相手チームの集中攻撃が激しい場合、最後の頼みの綱。他にも、ミッドガルドメールの代わりにちょっと攻撃的なオプションもあります。裏切りの盾、HP が 50% 以上、物理攻撃力上昇。HP が 50% 以下、物理魔法防御力上昇。HP に応じて効果が変化する万能防御アイテム。スピリットロープ、物理魔法防御力、クールダウン短縮、CC 効果時間短縮、CC 効果を受けた際、受けるダメージ 15% 軽減。相手チームに強力な CC チェーン、連続的なコントロール、がいる場合に必須。ウィングブレード、移動速度上昇、CC 効果時間短縮、スロー効果を受けた際、代わりに移動速度が上昇、30秒に一度、相手チームにスロー効果がいる場合に使います。以上が、ウォリアー向けおすすめの防御アイテムです。大丈夫でしょうか？ウォリアーは基本オールラウンダーなので、何でもあります。特にアマテラスの場合、ソロレーンだけではなく、ミッドレーン、ジャングラー、サポート全部やり遂げるので、状況に応じて全てのアイテムを駆使して役割を果たせることが大事です。補足、実はアマテラスに相性がいいコアアイテムがあります。再生の盾、回復効果を受ける際、4秒間。移動速度が 40% 上昇。これはアマテラスのアビリティ、聖なる存在、との相性がすごくいい。ほぼ10秒ごとに高速移動が可能です。アマテラス使いはぜひ試してみてください。今回の動画は以上です。次回はウォリアー編、その2、ベローナのビルドを紹介する予定になります。この動画でスマイトのプレイ人口を少しでも増やせると嬉しいです。それではまた次回。ご視聴ありがとうございました。You can't handle this fire. Wild Inferno! Let us transform you into something more useful. A cow, perhaps? Argus, to my side! You cannot escape death. You're next. Excalibur! Strike! Last chance to turn around. Don't match up. Dance with me. Ta-da!